夜も始まりました。秘密のあなたの J ちゃん山口 MC を10月から務めております YAB アナウンサーの清水春菜です。そして今日はこの方が、はい、秘密のアナゾの1年ぶり2度目の出場、沖田総平でございます。よろしくお願いいたします。あれ、いやね、長かった秘密のアナゾのっていう番組が続いてるんだっていうことは、はい、風の便りで聞いてたのよ風の便りで聞いてたけど、まあ長かった、えらい呼ばれんなと思ってあれ1年ぶりですか。1回目の出演者は沖田伊藤のコンビで、はいはい、私があの謎の象の絵を描いた回、描きましたね。あれインパクトありましたね。あれから1年ですよ、やっと来たやっぱあの象がダメだったんじゃないですか。多分ね、あれでね、あのこの番組のディレクターがね、沖田はもう使えねえなっていうことでしばらく干されもうやっとあのみそぎが済んで1年間のみそぎが済んで、長かったですね。もうあの滝行もやりね、やっと出たかったですか。出たかった。もだってあのほら、秘密の穴園って、YouTube とか動画がちゃんと載ってるじゃん。いや、そうですよね。ああいうのを見てね、はい、あの田舎にいるうちの母親とか喜ぶわけよ。あら、うちの息子が動画で出ちょるわねって言って、友達にちょっとうちの息子やから見てもらって、見てっていうのが喜びなのに、まあいつまで経ってもね、井川さんとかねしか出てこない待って、沖田さん大丈夫ですか。ちょっと私 J ちゃんの時のギャップがありすぎてどう反応していいかわからないんですけど、どんどん来て。アイボン、もうやだ。そんな今日のアナゾノいかがでしたか。 YAB 公式チャンネル登録お願いします。